はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ペリズマイ様、ペリツマ様、正論様、T 中様、ひろし様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今お金かかってるのはですね、支部長10人ほどのですね、グッズ代やら、車に乗っけるスピーカーやら、マグネットシート、あとは消耗品のチラシですかね。チラシ配れば配るほど、そういうのに、政治団体日本改革党の支出が行っております。支部長増えたらもっとなんだろうな、思いますけれども、ありがたく頂戴してそれらの資金に、当てたいと思います。ありがとうございました。10月26日、政府税制調査会開催。消費税 10% のままで財政が持つとはとても思えない。消費税を住民の負担感覚なく引き上げていくことが重要。どうやって増税すっかって話になってますから、もう消費増税ありき、増税ありきの会議だったみたいですね。まずは増税すっかしないかっていう話ではなくて、どう増税すればいいのか、住民の負担感覚なくとかほざいてますからね。ネットの話、狂気、頭おかしい、国を壊しに来てる、負担感覚なく、今でも十分負担なんだが、さすがの日本人も一気起こすぞ、未だに財源はというやつは害悪でしかない。物価高進む中で税上げたら死ぬわアホが。物価も上がってないのに何言ってんだ。絶対に日本を好景気にさせないという強い意志を感じる。とりあえず新聞の軽減税率外そうぜ。好景気になりますと、インフレになりますと、金の価値が落ちますよね。物の方が価値があると見なされて、物価高になっていくものなんですけれども、金を司る財務省はそれが許せないらしくてね、連中はずっとデフレ、つまり経済規模縮小、GDP 減の状態が心地いいみたいですね。税制調査会って言っても、人選は財務省ですね。ここで出した意見は財務省の意見ってことですよ。各省庁がやってるですね、有識者会議と何も変わりません。自分で言いたいことを言わせるための、有識者会議、そのための人選をやってですね、一応首相の諮問機関ってことにはなってますけれども、岸田総理自体が財務省の犬じゃん。だから首相の諮問機関って言ったって財務省なんですよ。今回の報道はですね、一言一句財務省の発表通りの観測気球、これでどのぐらいの反発があるか財務省はじーっと見てるんですね。一言一句違えたりメディアの意見を加えたりなんかすると、低減税率外すぞとか、次から記者会見呼ばないぞって財務省が脅すんで、メディアは言いなりになっております。他の省庁、はですね、脅してもメディアは言うこと聞かないですけど、財務省は別、低減税率を牛耳ってるし、10年で800万部から400万部以下に半減した朝日新聞筆頭にですね、新聞はどこも息も絶え絶えですよね。低減税率除外で息の根止まりますよ。今新聞は 8% ですからね、生活に必要なもの、どこがだっていう感じがするんですけど、なんで赤ちゃんの粉ミルクとかが 10% で新聞が 8% でおかしくないですかこれ。皆さんおかしいと思いません？息も絶え絶えでもですね、捏造報道とか変更報道やめないのが誠にバカなとこなんですね。NHK スクランブルでもだってどこも報道しねえしね。頭の悪い組織なんだから、それがですね、いつまでものすばってんのは、他の健全な組織が育たない。自由競争で発展していくっていうですね、そういう世界にそぐわないんで、潰れた方がいいですね、新聞、テレビは。新聞はとにかく、テレビは低減税率じゃないんじゃないの。差にあらず。読売は日テレの親会社。朝日はテレ朝の親会社。毎日は TBS の親会社。
富士の親会社産経、テレビ東京の親会社は日経新聞、NHK 以外民放は全部新聞の子会社なんですよ、テレビ局が。少子化対策のために金がいるって言ったバカもいたみたいですけど、その会議でね、重税のせいで景気悪くて給料上がんないし、金がないから結婚できないし、出産もできないだよ、そもそも金取りすぎてっから、お前らが、狂ってる、頭おかしい、バカだろこいつら、呆れる意見が多数でありました。我々が何の抵抗もせずにですね、文句も言わず抗議もせずにですね、消費税を 2% 上げられたら、 12% になったら、現在 48.1% の実質税負担率がいよいよ 50% 超えますね。重税国家、超重税国家、信長以前のですね、秀吉に滅ぼされた小田原北条氏の治世の四公六民の方がまだマシって世界になってきましたね。財務省の官僚ね、バカですよね、本当に。だいたい50代だと思うんだ、主力は。50代っていうと、子供が社会人になって税金払う側になったって人もいるでしょう。今この瞬間も自分の子供だの孫が重税に苦しんでるのに、重税すぎて自分の子供が結婚できない、出産できないなんてこともありうんのに、まだあげようとか、バカなんだね。俺らがやってることってひょっとしてダメなんじゃって気がつくやつ、財務省には一人もいねえのかな。本当に呆れちゃいますよね。半原発のテレビ新聞が絶対に報道しないニュース、潰れればいいんだよな、息も絶え絶えなのにこんなこと言ってんだもんね。知るのはツイッター経由か、それを取り上げたまとめサイトで知るしかないという、街を歩っている高齢者さんのほとんどは知らないだろうなーっていう、知らないだろうなー、エリート高齢者さん以外は。10月26日予算委員会、西村経産大臣の発言、原発1基稼働すればガス100万トンを買わないで済む、貿易収支にプラスに働く、世界ガス需要緩和で値段が下がる、年間輸入量は7、8000万トンである、というような発言いたしました。ネットの反応は全くの正論、反原発への牽制だろう、立憲よく見ろ、これが真偽だぞ。当たり前のことを国会で言い聞かせないといけないという、どうでもいいから早く動かせ、周り寝まくってんじゃん、首にしろ、予算委員会で寝まくってたのか、あの議員ども、EU にもですね、日本は原発動かしてガス買わないでくれ、値段上がっちゃうから、その分って言われてましたよね。年間7、8000万トンってことは、原発70から80基作ればフル稼働すればガス輸入ゼロにできんじゃないこれ。現在ですね、国内に存在する原発は54基、福市がメルトダウンしたから53基とかになってんのかな。もっと増やして80基作ればガス全然必要なくなりますね。反発で反原発どもがギャオギャオ言って、それが無理っちゅうなら、増やすのが無理っちゅうなら、回収っつってもっと大型のにこっそり建て替えちまう。今が100万キロワット発電する規模だったら、こっそりね回収工事しますっつって200万キロワットの大型のものに建て替えちゃうとかね。半原発イコール円安がーって騒いでる連中ね、同じように物価高が電気代があって同じ人たち、どうして反原発を騒ぎながら電気代が高いって騒げんだか、さっぱりわかんないですけど、その正体は安倍側の人らであります。政府に文句言えればいいっつ反体制派ね、要するに、日本の破壊を目指す共産主義者と外国のスパイ、あるいは共産主義者かつ外国のスパイっていうのがこれらですね。安倍が、円高が、いや円安が、反原発、物価高が、こういう連中の特徴はですね、
ありえない完璧な要求をすることであります。これは私が豊島区議会で気づいたことなんですけど、共産党議員がさ、豊島区職員に、まあ課長とか部長とか、会議に参加している理事ですよ。それらにね、何を言うかっつうと、こうなった場合どうするんですかって、ありえねえような質問するわけ。んで、妨害すんの。大地震が来たらどうすんだ、責任取れるのかとかですね、原発もして。津波が来たらどうすんだ、ミサイルが当たったらどうすんだ、みたいな。言うのはですね、家庭の質問には答えないで、バッサリね、切ったらいいんだよね。ゼロリスク要求が国家を弱らせます。この世にゼロリスクなんてものは存在しません。ゼロリスク言うやついたら、変わった人だなとか、話になんねえ人だなというふうに、遠く離れてください。何癖つける。家庭の質問で何癖つけるっていうのが、こいつらの得意技であります。毎日新聞調査。統一教会解散命令を裁判所に請求すべきか。イエス。82%。ノーが 9% だって。ネットの反応です。岸田じゃあ無理。世間の嫌悪感のレベルが高い。岸田がそんなことできるわけが。学会に触れない時点で茶番。統一か衆院かを開催する2択。現状だと請求されても解散命令出せないって、82% が賛成、9% が反対だそうで、その 9% ってどういう連中なのか知りたいんですけど、これは飛び火しそうで、ヒヤヒヤしてる学会員とか、かなーと、想像します。統一教会は日本人に随分嫌われましたね。新規の信者は、見込めないな、これな。私も大嫌いですけれども、目立った犯罪もない現状だとですね、解散命令出せないらしいです。法治国家だから。けしからんっつって、大統領を辞めさせることができる、どっかの国と、法治国家日本の違うとこですね。なんかろうそく持ってわらわら集まって、大統領を辞めさせられる。けしからんちってね、日本は法治国家なんでそういうことができないと、守備よくですね、宗教法人格を奪えた場合、政治団体や NPO 法人とかになって生き延びそうなんですけど、そのことを心配してらっしゃる方もいらっしゃいました。任意団体になって地下に潜られるって心配してる人もいますけれども、その場合はですね、宗教団体でも、あ、違うわ、政治団体でも、NPO でも収支報告しなくちゃいけない。で、資金の流れが今みたくブラックボックスでなくなるから随分と違いますよ。監視が容易になる。日本改革党は政治団体なんですけども、きちんと収支報告しております。皆様からいただいたご寄付もきちんと収支報告出しております。ネットで議論、なぜ世界は EV に固執するのか、電気自動車ね。夏は毎年節電節電言ってんのに、本当に何言ってんだろうねっていう意見がありました。ネットの意見の結論なんですけど、欧州メーカーがガソリンエンジンとハイブリッド技術で日本に勝てないから、 EV で日本に勝とうとしている。あるいは日本の強みであるハイブリッドとガソリンエンジンを過去のものにして日本に勝ちたいから、あ、 EV をしてる。EV ならですね、ガソリンエンジンほどの技術の蓄積がなくても作れるそうであります。モーター、ちなみにSDGs も日本潰しの道具ですね。二酸化炭素出すな、じゃあ中国はどうなん、日本は日本の10倍出してっけど、中国は、中国の産業を 1% 弱らした方が、日本が半分二酸化炭素を出さなくなるのに成功したのと同じなんですけど、いう声は届かないと。それじゃあ、新規参入の会社にですね、簡単に EV は作れんだってなれば、どん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 新しいとこ参入してきて、欧州の老舗の自動車メーカーは潰れそうですけどね。フォルクスワーゲンとか、フィアットグループとかね。まあそんな先のことは考えてないんでしょうね。欧州の老舗
自動車メーカーの経営陣はね、自分の任期中無事ならいいやって考えて、あとは野となれ山となれ、現在のバッテリーの弱点は低温で電力が落ちるそうで、中で化学反応起きて電力発生するんだよね、あのリチウムでも何でもなもんで、あのサバゲーの電動ガンなんかもですね、あれですよ、冬場は出力落ちて威力が弱くなるからみたいな、北欧とかダメなんじゃないの、あの寒いとこでは、トヨタがハイブリッドで並行でやってるのが水素エンジンであります、原発の有り余る電力で水を電気分解してっていう技術らしいんですけど、携帯のあの水素ボンベも開発、一緒に開発してるみたい、カセットコンロみたいにですね、ボンベ取り替えで車が走るようになるかもしれないですね、そのうちね、事故った時の安全性が問題になりそうですけれども、まあまあ、あのこうなったらどうすんだ、ああなったらどうすんだってばっかり言ってるゼロリスク追求だと話進まねえから、そういった連中は無視いたしまして、まあいるよね、あのネガティブなことばっかり言ってる人さ、ある規模の集団には必要な存在らしいですけれども、まあまあ、あのうぜえな、いう感じあります。というわけで、ご支援以外にもですね、メールマガジン購入で日本改革党をご支援支えてくださるメール党員さん大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。